7月9日プロレス団体 PPP 東京主催のバンキッシュヘブン天空の祝宴東京・新宿フェイスに筋肉インフルエンサーちゃんよたが出場ボディコンテストに向け減量中のちゃんよたはゾーンと組み身長 170cm 体重 80kg のデカ女・真瀬優奈が笹村彩音と組んでタッグ戦で対決した プロレスラーで筋肉インフルエンサーのチャンヨタ28は8月と9月のボディコンテスト出場予定のため減量で体重60キロ前後まで絞っているそんな中で行われた今回の相手はデカ女・マナセユーナチームとの対戦だ試合はいきなりチャンヨタとマナセが激突さすがに体重差20キログラムの力勝負では分が悪いチャンヨタだが ショルダータックルで微動だにしないマナセをカニバサミで倒しゾーンが攻撃するといったチームプレーを見せただが笹村のテクニックに翻弄されたチャンヨタはコーナーに投げられてマナセのボディプレスを受けてしまう劣勢に立たされたチャンヨタはマナセにボディスラムを仕掛けるも上げることができないマナセは人差し指を立ててにやりと笑う怒ったチャンヨタは 渾身の力でボディスラムを成功させると会場が盛り上がった。そして大きな見せ場になったのはチャンヨタとゾーンのダブルアルゼンチンバックブリーカー。チャンヨタはデカ女・マナセを抱え上げそのままバックフリップでマットへ落とした。さらにゾーンにダブルの筋肉バスターを見せたチャンヨタ組。勝利したかに思えたがここは三ントならず。勝負はドローとなり。 試合後アちゃんヨタとマナセは額をつけ合って睨み合った。まだまだ、デカ女、マナセとの因縁は続きそうだが、8月のボディコンテストへ向けてちゃんヨタの戦いは終わらない。